これからどんな夫婦生活を送りたいとかある？でもいつまでも仲良くいたいの私は。うん、そうだね、うん、でいつまでも笑ってたいから、うん、喧嘩はさ、うん、する方？喧嘩ね、できる限りしないようにする。でも多分リカはさ、うん、人に話さないから何もないよって言いそう。ああ言う、一回は言う、ね、一回は言うかもしれない。でもなんかあんじゃんって思うじゃん。本当些細な、もう全部言わなくてもいいから、なんかちょっとでもポロって言ってくれたら、あ、そういう関係でちょっと今は精神の居所、うん、心の居所が悪いんだなって思って、うん、こっちが納得できるから言ってほしいかな。なるほどね。非常に今回は真面目な回です ね、 ね。おやすみ。おやすみ。おい、あら、お、ひー、改めて、うん、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。うわ、あらら、あらららら、ら、あら、かイケメンだ。そうですね、こりゃかっこいい。ピシッとした気持ちになりますし、なんか最高の状態でいたいなとは思いますね。花嫁を迎えるのには。楽しみたいし、記憶に残るものになったらいいなって。あと一番この時が輝いてる二人になりたいなと思います。楽しみであります。どういう風な感じでかっこよく来てくれるのかなって、うん、ときめきたいじゃないですか、やっぱ結婚式の時って一番。これかわいい。いや、今これ見てる10代の子たちは憧れちゃうよこれ。そうね。はい、合うんだここで。そっか、完成ですか？完成です。すごい綺麗。ありがとう。後ろ姿から、はあ、思わずにやけちゃう。本当に？で、本当に塩野の明久新しいいい感じ。お二人の結婚式を取り行います。ちょっと本当に結婚式あげちゃってるじゃないですか。完璧すぎるじゃないですか。なあ、もう美しい、荘厳な感じ。私はあなたを愛し、あなたの夫として共に生きることを誓います。私はあなたを愛し、あなたの妻として共に生きることを誓います。もしかして、あれ、ちょっと待って。